はい、ということで、今日の僕の相棒はジークサーです。はい、なんでこれにしたかというと、本当に毎度おなじみなんですが、僕の好きな漫画、爆音のね、浜松純ちゃんのね愛車がジクサーなんでございます。で、僕が、ジクサーに乗ることによってですね、ロジャーさんがレブル、赤木さんが忍者に乗ってくるということで、爆音好きな人はねお気づきかもしれませんが、はい、そうです、チームシッゾの愛車たちが集結すると、はい、ということになっております。イエーイ。ということで今日は 75% 湿度で、はい、ツーリング楽しみたいと思います。はい、どうもトラッシュです。はい、ということで、今日のツーリングは小田原です。小田原遅刻です。ツーリング日和ですわ。暑い。いやー、あったかい。今回も事故なくて今回持ってない。いつも事故ってないから、まあ、立ちこけはあったんですけどね。事故じゃない。じゃない。コケだ。あ、コケだ。なるほど。はい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 。今日はどこでコケるんですか。今日は城でコケられる。じゃあとりあえずロジャー一押しのお店に。ロジャーいないけど。あっちで合流して。はい、行きましょう。よし。行きます。行ってくれ。行きます。いや、行けよ、早く。はい、ツーリングスタート。おい、早く行って。おい、ほらちゃんと。見てるわ。今回るよ。はい。あ、めっちゃ坂だ。止まんなよ。すげえ波打ってる。面白い。あれあれ、もう怖い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 。なんだこれ。ああ。これこれなんだ。クソの坂だ。ああ、びっくりした。この坂じゃないよこんな。バカ野郎。すごいね。あそこスピード出して突っ込んでたら飛ぶでしょ。あれ面白かったな。でも逆が怖いのか。下り嫌だね。下りあれ怖いな。だって何も知らずにさ。スピード出して突っ込んだらさ、シュン、エアみたいになるよ。バンサンデーみたいな。空中で。ルーザンクラブ。ズボン直してた、立ち上がって。あんな突っ込んだ、すごいな、やばいな。まあちゃんとニーグリップというか膝で締めてはいけんじゃない？うわあ、あんなすごい。小田原の駅来たことないかな、多分。なんか小田原の駅はどうやって乗ってたの？左に。はい。左というかロータリー。いや、この辺なんだけど。無理じゃね？食堂です。三ツ矢サイダーです。いや、お腹すきましたね。三ツ矢サイダーでお腹すかれちゃったことじゃないですか。あと一組でしょ。はい、いやいや、もう次ですね。うん、次はなかなかね、次長い意地悪されてます。はい、あれどこ行った？あ、忍者乗り。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。
めっちゃ見てんじゃん。忍者乗り。赤木さん、今日は何に乗ってきたんですか？バイク。バイクの名前は250SL。 ね、忍者ということで、はい、こちら小田原忍者館、ちょっとね、赤木さんに体験して、立派なね、見て、いろいろあるよ、ほら砂をこうさやったり、水遁の術とかやるのかな。体重制限ありそうで大丈夫？大丈夫、子供だから。痛い痛い。じゃあ厚底脱いでもらっていいかな。はい、ということで忍者やってみましょう。危ない。早くしろよ、ダメ、詰まってんだよ、早く降りろって。結構難しかった。簡単だ。手裏剣投げるのってあんな大変だったな。あんな連射することないでしょ。いやいや、忍者がたくさんいたら。いやいや、それも忍んでないもん。まさか、まさか一人雲隠れてるとは思わなかったけど。シャリンガン使ってたの分かった俺は。分かんないけど、うるさかったのは分かったよ。一人だけ、うるせえな、こいつらと思って。慣れきっちゃった。じゃあ、温泉からですね。分かったよ、今度調べとけよ。現存する城を。いや、もう城が熱いからさ。一部だけ残ってるやつとかはね、あるっていうのは聞いたことあるけど、全部はないんじゃないかな。俺ら小田原城は撮ったけど、バイクの写真は一切撮ってないね。今から撮ろう。ああ。今から撮ろうって感じてるんだ。ガソリンスタンドで撮ろう。抜かすよってこと。そういうことか。うん、これやってるわけじゃないんだ。お前これ以上近寄ってくる。違う。自転車のあるのよ、そういうサインが。ウィンカー的な、止まるよってのもある。なんかね、いや昔からね、スクーターはね、足を開けての広げて乗るのがかっこいいっていう風習があった。減速してんの、羽広げて。フェイスブックのさ、キャンプグループでさ、キャンプ場でタバコは迷惑か迷惑じゃないかの議論が今されてた。周り見てんじゃないな、隣がさ、ファミキャンとかだったらさ、さすがにちょっと。まあね。あ、でもさ、タバコも焚き火もほんと変わったもんね。まあぶっちゃけ俺もそう思うんだよね。依存性はないよね。焚き火してってなんない？いや、なるときはある。いや、もう依存して依存だったんだ。依存のやつで、依存性で。知ってるわけじゃない。じゃあ、ジクさんお疲れ。しんちゃん後で。整いました。もう一回かな。整いました、ロジャーさんは。あ、整ってるわ。研究が必要だよ。そうだね、何分サウナ入って何分水風呂かちょっと検証していこう。やっぱ人によっても違うだろうし。サウナ、いや、最高のツーリングでした。今日もね、はい、来週また、はい、3人で今度はキャンツーでございます。次のキャンツーでお会いしましょう。キャンツーじゃないけど、スリング。動画見てくれてありがとう。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 TikTok、Twitter もやっています。次の動画もよろしくね。せーの、トランシでした。バイバーイ。まいっちゃ。